アミメウナギはポリプテルス科に属する魚類。俗名ルパトイクチズはハウ魚を意味し、種小名カルバリカスは元産地であるナイジェリア南東部クロスリバー州のカラバルに由来する。俗名をキャリモイクシーズとする文献もある。全長は最大で37センチメートル程度。和名通り体が非常に細長い。英名もリドフィッシュ、ロープフィッシュなど。 その細長い外見にちなんだ名前である。ただし分類上は、うなぎではなくポリプテルスの仲間である。ポリプテルスと同じく体は、ひし形の硬い、ガノインウロコに覆われる。背びれには7から13本の勝利ヒレがあり、幼魚には外エラがある。体色は緑褐色で、胸びれに黒い斑点がある。ポリプテルスと異なり腹びれがない。うなぎ型の魚類では、 副雪が消失する傾向があり、本種もその一例だと考えられる。西アフリカの熱帯域に分布し、流れの緩い河川や故障の吉原に生息する。空気呼吸するための灰を持ち、水面に口を出して、息継ぎを行うので、溶存酸素量の少ない熱帯淡水域でも生きられる。昼は物陰に潜み、夜になると動き出す。食性は肉食性で、昆虫や、 甲殻類などを捕食する。食用にはならないが、ポリプテルスと同じく熱帯魚として人気がある。全長の割に体が細長いので6 0センチメートル水槽で修正飼育できる。ポリプテルス目の魚は全般的に水槽外へ飛び出す事故を起こしやすいが、本種は体が細い分小さい隙間からでも出てしまうので注意が必要。ありがとうございます。